はいいどうも、クッフッフでございます。今日はねこのんか本を読んでみようかなっていう本をね読むのが苦手な工フなんでねちょっとねこれ取りながら読んでみたらどうかなっていうあなたのパフォーマンス最大限に引き出す科学的な方法実践版グリッドやり抜く力を手に入れる幅台かけるペンシルバニア台人生が劇的に枯れ草でつけ 米国人気ナンバーワンコーチが書いた世界で一番わかりやすいまう。全員ジョーリですよ、これ。勉強スポーツ、仕事資格恋愛キャリアあらゆる場面で成功と失敗を分けるのは、才能なくグリッドだ、チいうことでね。世界トップレベルの研究成果が集結究極の成功と、幸せの技術だ、ことでね。やってるんですけど、こんな大げさに言っちゃっていいのかな、これ。チッセマグリッドやり抜く力を手ってキャロライン・アドムス。 これねやりにくちかなこと言っててね、なんか途中で逃げたやつがこの本をね、紹介してるんで、ね、うんふ、んふ,んふんふんふんって感じなんですよね、これ、もう。うん、じゃちょっとくじみます、うん。グリッドの低い世界が作られた、うん。本物のグリッド。良いグリッド、悪いグリッド。もう、グリグリダーリンも,もうびっくりですよね、これ、グリグリで。 粘り強さ、意図したと切なさと粘り強さと、みたいなね、言えてないんですよね、これ。うん。正直。依存症克服の会合で出会った仲間たち、今も努力を続けている懸滅すばらしい彼らは、優れたお手本となり、頼れる友人となり、抑止となって、私に本物グリッドの必須、必須、要素を与えて,てくれた。彼らから与えられた希望素材に、 私は再び生きる道を選ぶことができた。彼らに最大の感謝を込めて、この方を送りたい、うん。グリッドっちのやり抜く力っちうことなのか全部音使われるんだね、うんうん。フラーリッシュ。持続的幸福。 テーマにして世界中の優秀な人たちと関わってきた私自身の経験を照らし合わせてみれば彼のこの良い知らせはさほどるべきことはなかった。なんかマウンティングアパレルなこれ。なんかワク,ワクでやろうぜっていう感じじゃないのこれ。グリッドと話したらね、ちょっとなんか幸せ感あふれる。この マップうん長期的な目標を追求する情熱の粘り強さと彼女自身で「テイルとグリッドやりる力と呼ばれる資質について研究していた。 だなこれ <laughs> ダックワークスが開発した12項目のあるグリッドスケールについて触れたビーストバラクと呼ばれる米国陸軍士官学校での最初の夏の集中訓練プログラムの途中でドロップアウトするかどうかをグリッドスケールがよく予測したという話だまたこのグリッドスケールはプレティーン6から14歳の子供が スペリング B、カッコ。スペリングの全国大会の決勝に残るとこを予測することが研究で示されているわ、これ。この本の出版が他の様々なハードなシチュエーションでの粘り強さについてもグリッドスケールで予測できることが証明されていた。 例えば、男性が結婚生活を続けられるかどうか、スラム地区の高校生が卒業できるかどうか、どの士官候補生が国の特殊作戦部隊に寄与されるか、さらに経済的に恵まれない学生が大学を卒業できるかどうかといったこともグリッドスキルによって予測されたとだ。法治軍でより良い社会を取ります。 マッププログラムを終了してから現在に至るまで私はプロのコーチとしてスピーカーとして教育者として何千人もの人たちと関わる仕事をしてきたそして私がこれまでに数多くの人々と接する中で見聞きした者に背中を押され今急速な発展を見せているグリッドの領域に私自身の考えや主張を付け加えようという付け加えようと決意するに至った、うん、今となっては 悪名高き自尊心教育ブームの真っただ中で自分自身の子供たちを育ててきた家庭での様々な気づきも一つの原動力になったまた自分自身のグリッドや職場家族コミュニティのグリッドを高める方法を知りたいと強く絶望する若者や大人たちとの出会いにも私の考えを声に出して発信していくようの勇気づけられた彼らは平凡であることが当たり前になってしまった今の社会機関を本当の意味で多決性を目指すものに戻したいと思い自分に何ができるかと考えるのだが何から始めて始めたらいいかの もう口が丸なくて、もう具体的にどうしていいのか、それが可能なのかもわからないという。うん、ん今の世の中かつないほど厄介な問題に直面し、私が非常に高いレベルのレジリエンス、確保逆, <laughs> 逆境に打ち勝つ精神的な強さを求められていることは、誰もが認めるところだろう、うんん。24時間いつでもネガティブなニュースがトップニュースとして取り上げられ、国際経済市場のコラテロリストによる無差別攻撃、地球の気候変化など、状況は日に日に悪化する一方だ。 米国の大学生の間では不安と打つが異常事態レベルで蔓延している上に彼らの多くは奨学金の返済地獄と将来の収入の見込みに対する悲観に苦しんでいる。生き抜いて幸福をつかみ取るためにはどうしてもクリッドが必要なんだ。この本から何がやられるか 本書では自分の強みを伸ばしグリッドの高い人々に見られる行動パターンを身につけそれを習慣化するための方法に関連した研究や科学的知見を紹介する加えて私はいくつかのタイプのグリッドの中でも最良の結果を生むと考えられるグリッドにオーセンティックグリッド本物のグリッドという名前をつけ次のように定義している本物のグリッドとは 高い目標に対する情熱的な追求であり周囲の人の異形の念を引き起こしより良い人間と成長し精神的な持続的幸福を獲得しポジティブなリスクを犯し最高の人生を送りたいというモチベーションを引き出すものを指す <laughs> そして本書は大きく2つのパートに分かれているパート1では異なるタイプのグリッド良いグリッドと悪いグリッドについて見ていく同時にアメリカ国民が多くの分野で平凡であることへの抵抗をなくし 平凡さを増長させてきた背景について触れ。そうした状況に対して、私たちに何ができるかを考えていく。パート2では、本物のグリッドの要素になるもの、特に情熱や目標を設定、自制心、自信、リスク、テイキング、忍耐といった強みや行動をどう強化するかについて、私の見解と経験を述べるとともに、 科学的研究についても紹介する。また、前章の各種にエクササイズも載せている。これらのエクササイズは、目標を設定することや、レジリエンスの高いものの味方やなこと、成功のための戦略を立てること、またはメンバー同士が支え合えるチームやコミュニティを作るといったことに役立つ。さらには、人々の意見の念を引き起こし、自分の良さを引き出したいという気持ちを多くさせる。社会規範の向上にもつながるのでもある。 あなた自身のために使えるものであればさまざまなセッティングで他者と一緒に活用できるものも多数ある。いずれも実践しやすく、継続して何度も繰り返し実践してもらいたい。うん、ん幸せになるための武器を手に入れる。この本を書くにあたって私の最大の目標は本物のグリッドは単に養うことができるだけなく、竹筒を目指す社会観を維持し、諦めの心を到達させるためには私たちはグリッドを養う義務があるということを明示することだった。 今、私たちは、レジネスや楽観志向、そして持続的幸福や平和を脅かす逆境を乗り越える決意が求められている。そして市場化すないほどに生活基準が世代間で大きく変わっていくことが予想される今。私は幸福に関する科学による知見と、最善かつ最高に有意義な人生に向かって頑張り通すための武器を次世代に授ける必要があるのだ。 この本に書き記した情報に加えて、様々な場所、アンジェラ・ダックワークスの研究室や、グレイター・グッド・サイエンス・センター、ヘルシエ・マインド・センター、ペンシルバニア大学のポジティブ心理学センターなどで行われている研究成果を見ると、私たちが最も誇らしく、最も勇敢で言え環境で、心が躍動するような人生を送れる世界を想像し、人生に作り上げるていくことは可能なのだと確信を持つことはできる。<laughs> 適切な目標を設定する方法とその目標を最後まで貫き通す方法を学び苦しい状況も心地よく感じられるようになり逆境を飛躍のために踏み台として利用することができる私たちは情熱と目的と粘り強さを持って生きていくことができるそうなれば最良のグリッドを手に入れることは現実に帯びてくる私たちの多くにとって現実となりそれを他者と共有できるようになるそして私たちは今よりもっと良い私たちと出会うことになるの いうことですねこれこの後どうなってんでしょうパート1に行きますけどもこれどうです皆さんこのグリッドやり抜く力読みたい皆さんはねこれはね買ってくださいねでもねこれね Amazon ちゃんでねあることをやると無料で読めるらしいですよクッフフもねそれでやってるかもしれませんということでこっからはねあんまり言い過ぎるとちょっとハッキリかかるんでこれはねこの本をねいっぱい買ってねっていうね応援だからねあのいいっていうことにしてねこの作者の人作者の人なんでしょう作者の人 作者の人、ね、応援してるからねキャロライン・アダムス・ミラーさんをね応援するためにねこの初めのところだけ読んでみたからねこれどういう感じになるかねわからないんだけどもこれちょっと読んでみて実践してやる力が空腹にも身につくかこうご期待ということでねじゃあ今日はこの辺でスロッと